はい、というわけで今食べ終わったスープにこれ卵1個入れてまず混ぜてます。でこれを今から容器に移し替えてレンジでチンしたら茶碗蒸しになるらしいっていうのが一つと、今ティー君に作ってもらってるんですけれども、はい、片栗粉大さじ1杯、砂糖大さじ2杯を入れて、2? 大さじ2です、砂糖でしたっけ、結構入れますね。うん、だってもうカラメルソースみたいなのを多分作るんだと思います。砂糖大さじ2、グラニュー糖大さじ1杯で 12g なんで、うん、これ6本、あ、でもそうかも、8本、ほんとだ、こんな色する。え、でも入れます入れます、だって多分本当に、うん、多分メイプルシロップみたいなの作るイメージじゃないですか。そっか、って思ったらもうほぼ砂糖が原液みたいな感じだから、うん、で今からその茶碗蒸しはまずチンするので、うん、これに入れます。これが茶碗蒸しの液になるわけですからね。あ、でももうなんか見えましたね、これが固まって茶碗蒸しになる未来は、なんかなんとなく想像はつきました。冷めてからチンでしたっけ。うん、でももう冷めてます。え、どのくらい。いや全然ですよ。え、冷めるってもう本当にあったかみがなくなるってことですか。そうですよ。あ、そうなんだ。冷蔵庫入れてもいいかもです。はい、じゃあその間にもやしナムルのメイクだけやつをやります。はい、余裕いい。私ってなんでこんな余裕いいんだろう。作り方だけ先に説明しとくと、カップヌードルを1袋丸ごと袋に入れて砕く。で、もやしを2分レンジ、レンジで加熱する。茹でたもやしに砕いた麺、あ、砕いたやつを入れて、ごま油をかけて混ぜたら完成。すごくないですか？すごい。めっちゃ簡単だけど、確かに、あ、美味しくなりそう、みたいな。じゃあまずカップラーメンを出します。この麺で味付けするってことね。うん、これをでもこれは加熱しないから砕いて混ぜるだけだから、うん、お菓子みたいな感じになるのかな。なるほど。うわ、見れますよ、初めてのカップヌードルの。すごいすごい。あれこんな感じ、あ、カポって。でこれを砕く。でも砕く、なんかそのなんて言うんですか、なんか料理で使うなんか棒みたいなやつ、あれうちにないんで、はい、殴るでいいですかね、普通に。じゃあペットボトルでいこう。でこれは砕きます。こう、もうお菓子になっちゃった。ほら、電子レンジ500ワットで30秒加熱できたら、それが乱熱が取れたらバニラアイスにかけて完成。はい、じゃあもやし洗おう。ちょっと食べますよ。ありがとうございます。食べてください。美味しいご飯作るから待っててね。僕に行ってます。はい、ありがとうございます。もやしを電子レンジで2分加熱。もやしに耐えれる器はあったのか。じゃあ今みたらしソースができたの。どえ、はい、あ、うん、なんか美味しそうですよ普通に、うん、これで粗熱が取れたら、これアイスにかけて完成。はい、ちょっと混ぜてみてもいいですか。 あんまトロトロしてないですね。なんかね、とろみが足りなかったら足せみたいなの書いてありました。確か片栗粉ですか。とろみが足りない場合は追加加熱調理って書いてある。加熱するのか。あ、もう注意します。じゃあ500ワットでもう一回いこうかな。その間にもやしを洗ってチンしていきます。もやしは本当に普通のもやし一袋、これを洗って電子レンジでチンして、これをとさっきやったこれを混ぜ合わせてごま油かけたら、もうもやしナムルの完成です。うん、簡単じゃないですか。うん、私芸人時代とかはずっともやし食べてたから、もやしに飽きたこととかもちょっとアレンジレシピで、まあじゃあカップラーメン1個ってちょっと高いからな、それだったらそのまま食べたいと思っちゃうか。ちょっとしたなんか気分転換というか、本当なんか味変になりそう。ティープって手際いいじゃないですか。はい、作業工程が難しい料理をしてるとこを見たいです。え、僕そんなですよ料理。マジですか。はい、え、なんか気持ちよくないですか。なんか私お料理教室とかの先生のティープがいい感じすごい見てるの好きなんですよ。あ、気持ちいい。そんな言うことだと思います僕。これが火通らないやつにすぐサッと入れていくみたいな、シャシャシャって入れていくのとか、ガイド見るの超好きです。なるほど。自分にできないことだから余計になんかすごい気持ちいいんだと思います。というわけで今チンしたもやしができました。であとはこれをこれで混ぜるだけです。これでもうナムルできるんですよ。で最後仕上げにごま油を少々かける。ちょっと待ってくださいね。はい、これなんすか。あ、これもやし今からあえるやつです。炊飯器のやつです。見たことないですよ。あ、そうか、ないですね。ボールは。はい、ボールがないので
鍋はありますよ。まあ、でももうあの器なんで、器です、これは。希望がでかい。はい、で混ぜる。うわ、こっからもう絶対美味しいやつだよ。怖いな、これじゃあ。こぼしそう。これ全部中身を詰めてたから。うー、はい、入れました。え、これ楽しみかも、一番食べるの。ちょっと、え、美味しそう。だって、あ、カリッカリになるんだ。あ、なるほど。そっか、調味料だけでか。そう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 、あとカリカリになるんですね。うん、ポテチとかサラダに入れると美味しいよみたいな、野菜炒めみたいな有名じゃないですか、はいはい、そういう感じでもの要素もちょっとありそうで、ごま油を一回しぐらいですか。もっと、いや、いいと思います。はい、でもう一回混ぜます。うわ、絶対美味しい。あ、これ絶対美味しいのできました。へ、はい、食べましょう。あ、もう香りもいい。いただきます。これ絶対美味しい。おつまみみたいな感じで出したら、なんか、あ、すごいなみたいななりそうじゃない。確かに、見た目的にも。あ、ちょっと簡単ナムル作るわみたいな。いただきます。うん、美味しいですか。なんかカップヌードルの味しない。うわ、これもカップヌードルじゃないものとして食べれません。確かに、美味しい。ちょい塩分がもうちょっと食べかもしれない。でも足りない。うん、どうか。もうでも麺と絡み合ってる部分食べたらちょうどいい。なるほど、美味しい。これいい。麺感全くない。麺感全くない。カリカリの調味料。お湯入れた時もカップヌードル独特の汁の味もあんまりしない。うん、何なんだろう、不思議。これほんとなんかあと一品みたいな時におつまみみたいな感じとか、なんか小鉢で出しても良さそう。この後から腹パンパンになりそうですね、水飲んだら。でもお腹が膨れて、ラーメン1個入ってるんですもんね。そうなんですよ。調味料とか言ってるけど、ちょっとサーモンしたら食べてきます。はい、というわけで続きまして、みたらしアイスです。アイスは普通にコンビニでちょっといいやつ買ってきました。特別に BA のアイスですよ。 BA のアイス、これは食べていただいて。お腹パンパンじゃないですか。意外と私はいける。で、最近やばいんですよ、食欲。スープで作ったみたらしいソース、トロトロですね。トロトロ、マジで伝わるかな、トロトロ感。これはもう本当にアイスにかけて食べるだけでみたらしアイスになるらしいです。美味しいんですか、このアイスクリーム。わかんないです。普通に美味しそうなシンプルなバニラアイス買いました。うわ、めっちゃ美味しそう。なんかちょっと高かったです。なんかハーゲンダッツのとこに後ろ置いてありました。まだ福君食べよう。そうです、僕も。ちゃんとなんか牧場で食べるアイスの味する。めちゃくちゃ美味しいね。じゃあそいつにこちらをかけます。トロトロちゃんを失礼いたします。うわ、あ、でも美味しそう、見た目はね、うん、美味しそうに見えてるか分かんないけど、ちょっとカメラのあれで美味しそうです。全然ね、本当にそのみたらしアイスの意味が分かる、うん、食べてみます。うめえですか。美味しい。確かにカップヌードル感もあるけど、うん、美味しい。合う合う、みたらしアイス美味しい。なんかこれアイスにも合うだろうし、普通になんかそのスタバとかでキャラメルマキアートみたいな上からピーってかかってるやつあるじゃないですか、うん、ああいう感じでコーヒーとかに入れても美味しい気がする。へえ。うわ、めっちゃ美味しい。すごいみたらし。そう、めっちゃみたらしなんです。でちょっとカップヌードルの風味はするんですけど、うん、気にならない。これは美味しいわ。すごっ。え、今まで一番かも。アレンジレシピだ、うん、どうどうなんかそのびっくりがやっぱあるんで、これ確かに一番かも、僕も。でもこの後シャーモンしてきますから。あ、全然固まってないよ。なんだろう、もうちょっとあれ固まってなかったら追加でって書いてあったから、もうちょっと固めます。これ最高のデザートじゃないですか。なんか全然おかわりしちゃう。私みたらし好きなんですよね。じゃあそうですね。分かった、そう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 。あ、みたらしと、え、何してるんですか。あ、そうだ高校生の時に同じ仲良し3人組が同じ時期に失恋して、未練たらたらみたらし同盟だねって言った話はもういいっすよ。僕あんま辛いのあんま好きじゃないですけど、うん、でも美味しい。これ、うん、雪見大福とかにかけたら本当にみたらし団子みたいで美味しいと思う。確か日清さんすごいですね、このアレンジね、うん、自社商品でここまで。もっと広まってもいいのに。みたらしのそのタレに関しては食べ終わった後のスープでできるから、カップラーメンそのまま食べたいのにっていう人も残りのスープでできるっていう、なんかそのラッキー感が全然固まらないです。冷蔵庫入れてたから冷えすぎたのかも。じゃあもう思い切って結構な秒数してみます。はい、一回ちょっと強気の秒数でやってみました。でも失敗したら失敗したで、もうこんな美味しかったしいいや。これすごいな。すごいですよね。うん、なんかみたらしよりもなんかそのいろんな、なんかいろんな風味がぶわーってきません。うんうんうん、不思議ですよね。ちょっとどこ食べるみたいな。ドクターペッパーがわかんない。ドクターペッパーじゃないですか。うん、ドクターペッパーって何ですか。炭酸飲料の。あ、緑のやつ。いや、赤。知らない人なんだっけ。モスコ。ド
ホタテって僕好きなんですけど、なんかいろんな、なんかいろんなフレーバーがブワーってくる感じですけど、うーん、その感じありません？なんかその、うん、いろんな出汁みたいな、ね、塩味もあるし出汁もなんかブワーってきますね、うんうんうん、普通のみたらしよりもケミカルみたらしみたいな、うん、なんかうんうん、分かる、言って意味は分かるもん、なんかね、でもまあ美味しい、うん、想像以上にみたらしでした、ちゃんと。でもこれ、カップ麺の汁使ったって言わずに普通にこういうものとして出したら全然バレないかも。バレないですね、うん、今度こそ茶碗蒸しができたと信じて。あ、いけたけどやりすぎちゃったかも、強く行きすぎたかもしれない。でもできてます。あの、何したっけ、韓国料理の、うん、それ何したっけ、チーム、そう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 、それみたいになっちゃったけど美味しそうです。見せますね、ジレン。ごめんなさい、なかなかできなくて、私がちょっと秒数めっちゃ多くしちゃったから読みなんですけど、あ、待って、美味しそう。ちょっとそれになっちゃったけど、あ、ほら、え、待って、一回お皿に取るね。さっきのさ、もやし食べたやつのお皿に見ちゃったから、ちょっと見栄えが良くなくて申し訳ないんだけど、プルプル見えます、触らない、ほら、プルプル、女子がキーキッキャッキャいうピュルプル感は出てます。ちょっと電磁が多すぎちゃったからあれなんですけど、うん、おいしい。またね、味が変わりました、うん、ラーメンの汁の味がまたしない、なんかするんだけどめっちゃ熱いでしょ、うん、美味しくないですか。これも多分カップラーメンの汁使ったって言わなかったら具でバレるけど分かんないかも。うん、まね、すごいな日清さん。だってこれでもやしナムルとチーズラーメンとこの茶碗蒸しとアイスでみたらしアイスねってなったら、もうカップラーメンフルコースできちゃいますからね。確かにね、うん、茶碗蒸しめっちゃいいですね。いいな、食べたよね、うんうんうん、そう、食べた後にできるっていうのがいいですよね。汁だけで茶碗蒸しもできるから、うん、普通に食べた後に卵1個入れてレンジでチンするだけで締めの茶碗蒸しができるっていう、うん、お得感。それこそ私あれだな、芸人時代とかにこの情報を知ったらすっごい喜んでたと思います。うん、うんうん、え、すごいみたいな。でも私一番はみたらしアイスかな。うん、うん、茶碗蒸しいい勝負かも。なんかびっくりだからみたらしはね、うんうんうん。でもわざわざ片栗粉とか入れて作る手間とかも考えるから、うん、一番最強は茶碗蒸しかも、うん、マジで飲み終わった後のスープに卵1個落として混ぜてチンするだけなんで、うん、茶碗蒸しは結構強いかも、うん、うん、こんな感じで。ちょっと今回は超豪華なサブちゃんでした。で、マジで全部4個とも美味しかったので、うん、どれ作っても間違いなく美味しいと思います。てか日清さんがそう言ってるのは多分間違いないです。バイバーイ。